山陽姫路駅は兵庫県姫路市南町にある山陽電気鉄道本線の駅。駅番号は SY43。同線の終点である。西日本旅客鉄道姫路駅は資金にあり、乗り換えが可能。JR を出かけ、ネットに接続交通機関として、当駅が掲載されている。山陽百貨店の2階に東端式ホーム4面4線を持つ。 高架駅である。改札口は、ホーム島端部に一箇所ある。2006年までは、当駅を出てしばらくすると、山陽電鉄が地上を走る JR 潜在来線を、高架で超えていたが、JR 姫路駅の連続立体交差事業に伴って、いわゆる逆立体加工時、すなわち JR 線が高架線になる一方で、山陽電鉄は駅を出て、 すぐ地上に降りるという形に変更する工事が行われた。この工事は2006年3月26日に9番単線の跡地を使って行われ、この時は当駅手柄間の列車を運休した。4番線以外は両側をホームに挟まれている。ホームの並びは北から1番線降車用、1番線乗車及び2番線降車用、2.3番線乗車用。 三番線公社用及び四番線となっている。ただし、現在一から三番線にある公社ホームは全く使用されていないため、実質的に三面四線のみが使用されている。2006年3月25日の線路切り替え工事までは現在とは逆に、1.2番線に特急系統3.4番線に普通車が発着していた。これは、 当時の駅西側の線形では3.4番線ホームに6連の有効長を確保できなかったため、さらにそれ以前の1.2番線のホームが6連対応に延伸されるまでは、現在と同様に3.4番線が特急1.2番線が普通車となっていたほか、4番線にも校舎ホームが存在していたなどの店舗が立っている。駅入り口には、 大阪三宮赤石行き山陽電車乗り場のもとに、次の特急は、の案内で特急の発車時刻と行き先を表示する電光掲示板が設置されている。また、コンコースには発車表も設置されている。阪神南波線の開業により、当駅からは近鉄奈良駅、さらには近鉄名古屋駅、賢島駅までがレールでつながることになった。現在は、 直通列車こそ設定されていないが、これらの区間の直通運転も、技術上可能となっている。しかし、阪神電車方面との連絡乗車券は、最も遠くても梅田駅もしくは大阪南馬駅までしか発売していない。また、2012年5月9日より、列車運行管理システム、サンティックスの更新に伴い、塩塚博が作曲した、停車列車接近メロディ、 大切なものと当駅のみの発車メロディ、プリンセスサンバが導入された。ただし、他の駅メロディが導入された駅と違い、停車列車入線時の駅メロディは流れない。なお、駅メロディの他に発車ベルも同時になる。夜間停泊設定駅であり、4番線には直通特急重当車の6両編成が、1番線には4両編成が、夜間留置されている。飲食。 スイーツ、コンビニ、クリニック、ドラッグストア、調剤薬局、ファンシーグッズ、ファッション、雑貨、教室他20店舗がある。乗降人員22,673人以下に各年の利用状況を示す。下記の一覧はバスターミナル再編前のものである。当駅と一体となっている、山陽百貨店内のバスターミナル及び当駅前に新規バスの乗り場がある。 かつては、姫路市交通局の市営バスも乗り入れていたが、同局の路線上途により、路線数が増加したので、新規バス、姫路駅、バスターミナルからだけではなく、周辺のバス停よりも発車する。ありがとうございます。